どうも皆さんこんにちは。今回は、前回紹介したゲーム機を分解、ではなく、編集が間に合わないので、代わりに多機能ペンを紹介します。それではどうぞ。多機能ペン仮面。こちらの多機能ペンの値段は110円です。多機能マルチペンと書いてあります。正面はこんな感じ。裏はこんな感じです。それでは開けていきます。若干開けづらいです。これが多機能ペン本体です。金色でメタリックです。重さも大きさも普通のペンとあまり変わりません。今から機能を紹介します。それではまずペンの書き心地です。下の方の持つところが回り、ペンの出し入れができます。それでは書いていきます。字は汚いですが許してください。書いてる間に言っておきますが、チャンネル登録者数4人。ほっとしましたー。いやー本当にありがとうございます。とても嬉しいです。これからも動画投稿していくので、よろしくお願いします。長いのでカット。書き心地としては少し書きにくいです。あんまりおすすめはできません。側面には水平器がついています。他にも側面には7センチ目で測れる定規がついています。タッチペンとしても使えます。上についてる黒い部分で操作できます。たまに反応しないことがありますが、普通に使えます。そして最後の機能は、ドライバーです。タッチペンの部分を回すと取れます。そして中にドライバーがあります。なんとこのドライバープラスとマイナスがあります。地味に嬉しいです。ドライバーの部品は、磁石でペンにくっつけることができます。しっかりくっつくので逆さにしてくっても落ちてきません。すべてを総合して考えると、普通に買ってもいいと思います。ペンとしての書き心地は微妙ですが、いろんな機能がついてるので普通に買っていいと思いました。今回は終わりたいと思います。ゲーム機の分解は編集が終わり次第投稿します。それではまた次の動画で。